こちらは新宿駒劇場、旧駒劇場前なんですが、こちらのですね、マルハンの前に黒山の人だかりがあります。何の黒山の人だかりなんでしょうか。こちらです。かなり男性ばかりが非常に集まってますね。皆さんこんにちは。今日はですね、新宿に来ている第二東亜会館、今日はですね、こちらでおっぱい募金、おっぱいを揉むということでですね、1000円以上の募金を与えるというイベント、もうすごい、あんまり顔見せられないですけど、すっごい人並んでますということで、これから中に入ってレポートしてみたいと思います。おっぱい募金2014始まります。よっ、せーの、頑張って。さあ、いよいよですね、おっぱい募金のフォトセッションの後、なんとこのままベロリンチョな感じなんですが、お見せできないのが非常に残念なんですが、このような形で始まりました。1回ですね、1000円以上の募金をした方にはチブサを、24の瞳ならぬ24のチブサ、この辺り186人、12人の女性のチブサを触っています。2回触る人はこうやって注意されたりとかするわけですね。おっぱい募金の現場の模様です。今回多分14人ですけども、今回が一番たくさんの募金が集まるんじゃないでしょうか。何よりも印象に残ったのはですね、おっぱい触られてる方がありがとうございますとにこやかに、笑っておられるのが印象的でした。多分ね、エロい雰囲気はなくて、なんかいいことをしてくれたの握手会に近いものがあったと思います。ということで、こちら新宿旧駒劇場前のおっぱい募金会場からのレポートでした。